はい、どうも、てなやんです。本日はいつもと違うところからこんばんは。でものすごい今更感はあるんですけど、私事ながら先月の11月25日をもちまして無事27歳を迎えまして、そういえば自分自身へのこうお祝いというかそういったもの何もしてないなと思ったんですよ。なので、これからちょっと僕の大好きな包丁を買いに行こうと思います。大阪の方まで僕がいつもね動画で使ってるこっちの青木刃物さんのところに行ってねちょっと買いに行こうかなと思って、というわけでちょっと今から行ってきます。でってことあるかも。これからあれですよね、包丁のこの柄の部分にこう差し込むところ、そこを打ってこうやってやっとくやつ、ね、そうそうそう、めちゃくちゃ見てますもんね。取っても大丈夫ですかこれ。ちょっとそしたらこっち切った方が、電気切った方が綺麗なんですよ。ですよね、これ これすごっ。このタイプのやつはカタログとかホームページでもやるかもしれないんです。まだカタログ持ってないんですよ。ないですよね。はい、このシリーズ。これフッ素コーティング。というわけで無事大阪から福岡に帰ってまいりました。楽しかったね大阪で。でここにずらっと並んでるのがこの青木刃物製作さんから購入したやつとかいただいた包丁たちですね。ざっくりご紹介すると、こちらもう販売されてるのかこれから販売されるのかちょっとあやふやですけど、カゲトラっていうシリーズ、表面が黒くコーティングされてるやつの牛刀とペティナイフ、んで僕がよく動画で使ってる V キン10号っていうシリーズのこれいかついよ、 V キン10号の中華包丁、それから V キン10号のブッチャーナイフで、実は今回僕これを購入しに行ってたんですよ。青木刃物さんのグランシフのペティナイフで、こちらが銀さんの出刃包丁、んで最後がこちらですよね。バカほどでかいこの包丁ね。こちらが銀さんの先丸柳刃包丁の尺三だったと思います。尺三っていうのが33センチのことね。それにこちらは購入したものではなく誕生日プレゼントということで青木さんからいただきました。でちなみにもっと包丁の材質の詳しいこととかこの一個一個の紹介とかはまた別動画にしようかなとも思うんですけど、多分これを含めて今僕包丁が30本を多分軽く超えましたんで、からもしご興味があるよって方はぜひぜひコメントに書いてくださいね。僕の固定コメントへの返信でもいいんで、反響が大きければ動画にしようかな。で食材は何にしようかなと思ったんですけど、ちょうどいいサイズのクエがいましたんで今回はこちらを使っていこうかなと。というわけで早速本日もう作っていきましょう。というわけで改めまして本日のメイン食材がこちらのクエ、九州ではねアラって言うんですけど、でこちら日本代表する高級魚の一個のクエなんですけど、なんか確かね漢字がね9つっていう漢字になんか重なるとかやったかな。クエってねこの体表面のこの体の模様が結構変わるんですよ。だからいろんな模様の形を見せるからこの漢字が当てられてその名前がついたんやったかなっていう、そういう遠い記憶です。でこのクエ成長スピードがめちゃくちゃ遅くてあんまりこう餌をがっつかないので、もっと餌を食えっていうそういう意味のなんか当て字もあったりしますもんね確かね。でちなみに今回のこちらのアラは重さで 6.8 キロです。でももうこのサイズまでいっちゃうと活魚やともう8000円ぐらいします、キロあたり。僕らみたいなもんが買うとね、これが10キロとか20キロまでいっちゃうともっともっと上がるんでしょうね。僕んちのキッチンじゃこのサイズが精一杯かな。そんならば早速さばいていきましょうか。でねこのクエって結構おっとりとした顔をしてると思うんですけど、このクエねヒレがめちゃくちゃ鋭いんですよこれ。なのでこういった危ないヒレをまず落としていきましょうか。よいしょ。これにてヒレの除去完了。
ほんならば続いてこちらのロコのすき引きに参りましょうか。さすがクエの鱗ですね。伸びる伸びる。でこのすき引き、僕個人的にこういったペティナイフとかこういった方が小回りが効くから好きなんですよ。でちょっとコツとしてはね、左から右に進んでいくんですけど、この時裏側に来るこっちの面、こっちを身にピタッとくっつける感じ。そうするとこの身がえぐれませんので、一発目が入ったらここの身に対して包丁をピタッと、あとはこの角度のまんまギコギコギコっと。片面綺麗になったら次は反対側、こちらもまた地道に地道に行きましょう。というわけで両面ともすき引き完了。でここから先は中を抜いて、でペーパー敷き詰めて、ペーパーでぐる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 からのラップ、ぐるぐるぐるからの冷蔵庫、ドーンでいきましょう。あ、とか長期熟成するときって頭取らんでいいとかいな。あれ、頭って取った方がいいんでしたっけ。あら、なんか不安になってきた。ちょっと先生に聞こう。お疲れ、お疲れ様です。お疲れっす。今お時間FF お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。と今ですね、ちょっとクエをさばいてて、いいなあ、ざっす熟成期間としては7日から10日間ぐらい熟成させたいなと思ってて、長期熟成ってなったらこれ頭とかこれ取った方がいいんですかね。あ、俺は取っちゃってやるね。その俺が取るのはさ、冷蔵庫の大きい、あ、冷蔵庫入んないから取っちゃうっていう場合が多くて。あ、なるほど。プロの人は、はい、そう、本当に目玉とか、はい、もう取って、はい、開示がすぐ全部取って頭ついたまま熟成する人が多い。なるほど。これ目玉だけ抜いて、エラ、内臓、血合い全部きれいにして頭つきいってみようかな。そういうやり方は本当に見たことあって、本当の職人の店。うわ、やってみよう。ゆっくりさばいていってください。さばいていく、さばいていく。恥ずかしいな、おせつかれるということみたいですね。いや本当勉強なる。ということで今回目玉抜いて、で綿抜いて、エラ外していきましょうか。だからこの釜のとことかも頭も全部つけっぱでいきます。よっしゃ、いこう。でどうやって外していこうかな。じゃあまずエラの膜とか付け根とかを全部外して、エラグラングランにした状態でお腹さー開いて、でこっちから抜いていきましょうか。ではクエのエラとかこの釜のとこってすごく鋭いので、鋭いというか痛いので、しっかりとゴム手袋で、エラ蓋カッパー開けて、ここのとこのエラのつながってる膜をまずは切り離して、で反対側も同じく切り離して、ならまず顎の付け根と、かった。続いてこっちのエラの付け根、落とせるかな。なんかすごく地味に外れた。で、あとはここの接着、これでもうグラングランの状態。そしたらあとは肛門から逆包丁で腹びれの付け根まで行って、そしたらもう抜けるかな。やっぱこっちから抜こう。せーの、結構きれいにすっぽり抜けた。ならまずこっちの身の方は血合いをまずきれいに洗ってきます。というわけで無事お腹の中もきれいさっぱりとなくなって、あとはさっき金子さんが言い寄ったこと、今度は目玉を外していきましょうか。さすがにここはカットします。ちょっとグロすぎる気がする。多分取り方としては目の周りをくるっと入れると間の接着が外れてカポッと取れると思うんですよ。で人間と同じであればその奥に視神経の束があると思うんで、そこをバッと切れば取れるはず。よし、それではいよいよ熟成の工程に入りましょうか。そしたらお腹の中にもペーパーを敷き詰めて、ぎゅうぎゅうに詰め込んで、そしたら次は体をくるんで、続いてラップ。そうしましたらこちらを冷蔵庫にドーン。では7日間後へ移動。
というわけで4日ほど経過いたしました。ではこの4日間の熟成の模様をどうぞ。そんな中いよいよこちらを下ろしていきましょうか。ではまずこの釜上から頭を落として、んでこの釜を外して、頭と釜はちょっと処理をして、んで3枚下ろしまでいきましょうか。そしたらこのエラブタの付け根から、んで反対側も、そしたらここの節になってる関節の付け根を狙って、じゃあ次この釜は腹びれの付け根と胸びれの付け根を結ぶこの斜めの線で、身がもったいないからこういう角度でいこうかな。これで頭、釜、胴体の分解完了。ではまず先にこっちの釜と頭の処理からしていきましょうか。ならまずこの釜から、ちなみにこっちに頭があってこっちに胴体があったんですけど、顎の付け根のここを割らずに今回あの熟成させた理由として、まず空気に触れる断面を増やしたくなかったっていうのと、多分横たわらした状態で後方腸入れても絶対ここ割れないなと思ったんですよ。だから釜を取った状態でこの向きだったらいけるかなと思って、簡単にスパッといけた。これ割れる自信がない。でこれ割る時なんですけど、正直こういった出刃よりこういった両刃の方がやりやすいんですよ。っていうのも両刃の包丁ってまっすぐ下に力が働くんですけど、こういう風に両方に刃があるから。でもこういった片刃の出刃包丁って片方にしか刃がない分力がこっち向きに来るんですよ。だから口の真ん中に刃を入れて出刃包丁でまっすぐ真下にバーッと行こうとするとこっちに流れていっちゃうんですよね。だから僕も下手くそなんですけど、力を入れる方向としては若干こっち側、こういう向き、そういう風にやるとまっすぐ行くんですよね。さて、いけるかな。そしたら真ん中に刃を入れて、包丁の峰が当たる顎のところを支えて、テコの原理で硬い、無理というわけで、ちょっとパワープレイに入ります。せーの、よし、いった。そしたらパカッと開けてバキバキバキッと、あとはここを切り離してあげれば、これで無事、梨割り完了。買って、そんならばいよいよ3枚おろしに参りましょうか。背骨まで切り進めて、でひっくり返して、また斜め向きにちょっと角度をつけて、刃の通り道をまず作ってあげて、そしたらこの当たった骨に沿わせて刃を水平にして、身を切り進めていって、あとは尻尾の付け根側に包丁を入れて骨との接着を外して、間違いなくこのクエガッといけないので、骨が硬すぎて先に尻尾外して叩き切ろう。よいしょ、とりあえず片身ゲット。続いて反対側、どうしようかな、こっち向きでいこうかな。そしたら身を浮かせながら骨に沿わせて、ちょっとずつちょっとずつ、中骨まで当たったらひっくり返して、同じことの繰り返し。あ、やべ、貫通した。こういう時ってあるよね。尻尾外して同様に腹骨立ち切って、とりあえずもう半身ゲット。ちょっとこっち下手くそやったね。ちょっと身が残っちゃったけど、まあ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 。で今回こちらあのお出汁に使うので、関節で扱いやすいサイズに割っていきましょうか。これにて中骨の下処理終了。そしたら続いて腹骨を突き取って、よいしょ、あ、クエの腹骨結構深いね。でもここら辺までしかないから、ここで切り離しちゃおう。ほら、結構深い。
そしたら腹膜だけ外して、ちょっと不格好だからここのとこ外そうかな。んで、この背中側とお腹側になんかね、縁側っぽいとこが見えるんですよ。ちょっとここみっともないんで、ここ外しちゃいましょうか。よし、ここまで来たら、この真ん中のダダダダダーと入ってる血合い骨を今日は渡して取っちゃおうかな。というわけで、無事こちらからおぶし、めぶし、大トロのところですね。で、今回他のお鍋の具材もあるので、そやな、この3本でいいかな。よいしょよいしょ。あと大トロのところ、こっちはご近所さんですね。皮は引かんでいいかな。そしたら今回こちらのアラを使いまして、お鍋とあとちょっとだけお刺身も引こうかな。まずはこのアラたちを使ってお鍋用のお出汁を引いていきましょうか。まずは両面に薄くお塩で、皮面を下にしてこのまんま10分15分かな。この腹骨も同様にして10分ほどして、表面にじんわりと汗をかいてきたら、この臭い水分は脱ぎ取ってあげて、あとは熱湯からの氷水にポイ。もう毎度恒例霜降りですね。まずは昆布の戻し汁を昆布ごとお鍋に加えて、んでアラたちも投入して、ちょっと鍋小さかったかな。したらこれを強火にかけて、沸騰する前に昆布だけは回収してあげて、沸騰してきたらこのアクはお掃除してあげながら、弱火に落としてコトコト20分から25分。20分経ったらこちらをこし上げていきましょうか。ただ見て、絶対ここも美味しいはずやから、このアラは捨てることなくバッチリ残しておきましょう。で、こちらが今回のアラで取ったあのお出汁なんですけど、あのでかいクエ1匹からこれですからね。かなり贅沢な量しか取ってないです今回。これで6万円って考えたらやばいよね。で、これ今こうシャバシャバしてる感じに見えると思うんですけど、これあの冷えるとプルンプルンのあのゼリー状というか、あの固まっちゃうんですよ。これもうほぼコラーゲンの塊みたいなもんなんで、もうお鍋の出来上がりが楽しみでしゃあないわ。そうしましたら最後、あとお鍋の具材のお野菜と、クエの実、そこを切りつけてもうパパッとお鍋にしちゃいましょうか。まずは白菜、うお、ぎっしり。もうこの中心部分はもう半分にストンとするだけでいいかな。その他はいつも通り、白いとこは削ぎ切りにしてあげて、んで葉の部分は適当にザクザクっと。そしてシャエノキ、あとは食べやすいサイズにほぐして、焼き豆腐は何等分にしようかな。12等分でいこう。続いて春菊は先端の色が変わってるとこだけ落としてあげて、半分カットでいいかな。そしたら水菜も同様に先端だけ落として、まずここの土を水洗い。水菜は3等分でいこうかな。そしたらいつも通りこのお化けサイズの椎茸は軸を外して、ちょっとお化粧をしてあげて、正月特に深い意味はない。じゃあ最後、たまたまスーパーでセール品だった赤カブ、最後柚子なんて添えたりして、これで野菜の下準備終了。ちなみにこちらが第1陣、第2陣。
で、この株の皮のお漬物とかも美味しいんでね、これを夜食にしようかな。したらいよいよこちらのアラを切りつけていきましょうか。んじゃあまずお鍋用に切っていきましょうか。で、このアラってこの皮自体もそうだし、この皮の下のゼラチンの層、ゼラチン、コラーゲン、脂肪、そこの層がとにかく美味しいんですよ。だから今回は皮付きのままいきます。そうやな、2本くらい筋入れようかな。すげえ、この硬い皮でも結構ズバッといく。そうしたら肩口のここの角度に従って、お腹側も同様にまず切り込み入れて肩口の角度に従って、でこのハラスのとこどうしようかな。もうこのまんまでいいかな。これでクエ鍋のクエの実完成。そしたら一部はお刺身にしたいので、今日は薄く削いで作ろうかな。こんだけ歯が長いと一発でズバッといけるね、これすごい楽で。引いた後の皮のこれも美味しいので、ここはお鍋にしようかな。あとはタデと菊の花添えて、もみじおろしあしらえば、アラの薄作りの完成。ちょっと分厚いけど、これが僕の引ける薄さの限界。では最後、お鍋のスープを仕上げていきます。こちらからだし、酒、醤油、みりんで、今回の比率が20対1対1対1、すごいスタンダードなお鍋の比率。ただ今回このクエの香りを大事にしたいので、ちょっと濃い口だと強いんで、濃い口と薄口を半々で使おうかな。これでお鍋のスープ完成。したらいよいよ盛り付けというか仕上げに参りましょうか。まずは椎茸の軸とかそこら辺んで、白菜の白いとこんで、白菜の中心とかそこら辺、赤カブんで、春菊、赤カブ、茶えのき、赤カブ、水菜の茎、赤カブ、椎茸、赤カブ、あと適当。したらスープ注いで添加。そしたらだいぶ具材にも火が通ってきたこのタイミングで、今回のメインとなるアラの投入。まず背中側、続いてお腹側んで、大トロのところ、そして皮んで、あんまり火を通しすぎるとせっかくのこのポワンポワンの美味しいクエの実が台無しになっちゃうので、あとはもう蓋をして、せやだいたい2分3分ぐらいこの中でこう蒸すようにして火を通せば完成。はい、これでアラ御膳の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。よっんで、実は今回のこのアラって内臓もすごく美味しいんですよ。胃袋も分厚くてコリコリしてるし、そこまで大きくないけど肝もね、味濃いし、ただこのアラってそこまでマグロみたいにこう早く泳ぎ回るわけじゃないんで、心臓はすっごいちっちゃいです。こんなもんです。だから心臓以外はって感じですけど、ただ今回熟成させたっていうのもあって鮮度の問題的に怖かったんで、内臓だけはその日のうちに食べてます。愛も変わらず指揮ポン酢で。あら美味しい。そんならば食べていきましょうか。いただきます。そんならばまずこちらのお刺身から参りましょうかね。今回はポン酢で参ります。おネギファ贅沢にここら辺ガバッといこうかな。でポン酢たっぷりつけて、あーもううまっ。
旦寝かしてるからちゃんとあの油の甘さとかも全体に染み渡ってちゃんと旨味に変わってますもんね。この畑というかこのクエのなんていうかね、このすごくお上品な甘みというかね、僕がそこまであの利き刺身とかを仕切らん人間やから、ちょっともしかしたらね間違ってるかもしれんけど、僕の感覚としては同じ白身のタイとかヒラメとかと比べると旨味はより強いけど、香りとかそういったものはもっとお上品になってる気がする。ヒラメとかそういったものが純米吟醸やとすると、このアラは純米大吟醸みたいな、これ多分分からんな、日本酒を飲む方にしか伝わらんで、でもなんかそういう感じ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、バチクソにうめえ。てか瀬川というかオブジュでこの油やもんね。これハラミんとこやばいんやない？ここのクエトロのところを同じくポン酢にシャッとくぐらして、脂身の甘さの余韻が長え。でもはしたない余韻じゃなく、すごく上品な余韻、めちゃくちゃうまいわ。ああもうマジ幸せ。もう値段に見合っただけの幸福がありますよね、クエってね。でやっぱ刺身終盤の楽しみといえば、大葉でもみじおろし&ネギ、これを包んでポン酢たっぷりつけて、よーはぁ、うまっ。はい、完食。もうマジ一瞬、もうちょっと刺身取ればよかったなーって後悔する今日この頃。まあいいや、とりあえず次お鍋。もうこんなもん絶対うまいに決まってますもんね。まずはお出汁からやな。もうさっきまでの鍋スープと全然ちゃうね。てかやっぱすごいな、クエの油というか皮面とこのコラーゲンで唇ペタペタで、白菜からの甘みが入って、一番の立役者これ、もうこの茶えのきの香りがすんごい入っとるね。もし皆さんあのスーパーとかで見かけたらぜひ買って、これ茶えのきまずでうまい。では早速このクエの身いきますか。あーうまっ、あーマジでうまい、これさすがアラやな。あ、やっぱ皮面とこのね、なんていうの、このゼラチンの層、ここがもう言葉にならんもんね。もううまいってそれしか言えん。でもこれ伝えるの難しいな。ここをほぐした時のなんていうかな、一個一個がバラバラになるこの筋のところっていうのかな、ちょっと伝わりづらいけど、この一個一個はどうしてもあの魚体も大きいんでちょっと大きく見えると思うんですけど、なんて言ったらいいの、この一個一個のブロックに集結してる筋繊維っていうかな、それ自体はすっごい細かいけ、あの全然大味ではないね。そんならばいよいよお野菜いきますか。したらまずはこのくったくたの白菜よね。あんま、もう白菜の中心部分の甘さがやばい。からの水菜、このハリハリ感がたまらんね。ほんといい時期になったわ。からの茶えのき、うるさ。いやでもやっぱ全然違うね、普通の白いえのきとね、マジでうまいわ。んで赤かぶ、家族構成で言えばおばあちゃんって感じ、ほっこりすんね。どっかのタイミングこれ日本酒に変えたいね。ほっほっほっ、椎茸本日も異常なし。そしてついに来ましたね、刺身を引いた後のアラの皮、ここがうまいじゃんね。
ここだけ売ってくれんかね。マジでうまいわ。もし全日本プルプル選手権があるとしたら、優勝するのはフルーチェかこのアラの皮だろうね。そんなら早く第2陣も行きたいので、パパッと第1陣片付けちゃいますか。そうしましたら第1陣終了ということで、第2陣と参りましょうか。よいしょ。はい、お野菜完売。そしたらまずはこのお野菜に火を通して、あの冷蔵庫にちょうどいいところに、ヒラメの身とヒラメの肝と胃袋がありましたんで、ちょっとこれも加えていきましょうか。食べ比べじゃないけどね。そしたらまずこのヒレ側の縁側を外していきましょうか。ちょっと今回これ皮付きなので、包丁で透き取るような感じで。で、これは食べやすいサイズにカットして終わり。で、こっちの身はクエ同様に、シャシャシャッとカットして、これにて準備完了。まずはクエ。んで、ヒラメ、縁側、あとは蓋をして再び2、3分。よし、では第2陣参りますか。じゃあまず縁側と一番お腹に近いとこのヒラメ、あー崩れる、あっかん、ポワンポワンで、同じくお腹に近い方のアラ、ほい、ほい。そんじゃヒラメ参りますか。おや、でもやっぱね、ヒラメの方が一本一本の繊維の細さは感じるかも。で、まあ魚体の今回の重さが全然違うんで、今回のヒラメ大体3キロぐらいやったかな。そこまで脂ないね。黄身は細かいけど若干パサついてるかも。でもやっぱ一番ハラミ側のとこは脂乗ってるわ。そしてこんだけ食べ比べをして今思ったこと、アラの方がぶっちぎりうまい。やっぱ食べ比べんとわからんね。もう比べたらすぐわかる。油の乗り方が全然違う。そして癖がない。そして旨味が濃い。アラの圧勝ですね。まあもっと大きかったら違かったんでしょうけどね、ヒラメがね。っていうわけで、ここで登場、カブの茎、葉っぱ。もうほとんど大根の葉っぱでしたね。ちょっと癖と歯ごたえが強くなったチンゲン菜みたいな。で、僕ずっと忘れてたんですけど、そろそろお酒を買いましょうか。ファンミーティングでいただいた影虎。今日は練習ですね。もう缶をつけるのがめんどくさかった。おお、とろっと甘く美味しい。やっぱかけとらは美味しいね。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。今回のこちらのスープなんですけど、簡単に言うとお米を炊き忘れてまして、これは今夜の夜食かな。もう当然のごとく雑炊にして、てかあれなんですよね、ご飯炊き忘れというかご飯の買い忘れなんですよね。買いに行かないか。で、今回こうやってアラをさばいてみたわけですけど、今回のこのアラのさばき方の自己採点をするんであれば、まあ100点中3点かなと思いましたけど、圧倒的に経験値が足りんね。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。